森田から、森田ドリブルで入っていって左足振れるかどうか、真ん中のか、これはコーナーキックになります。真ん中平、山越で林もいます。ヘディング、どうか、山越、山越のヘディングシュートでした。競り勝ってはいましたでしたね。しかしの後方のディフェンスもしっかり体を捨てましたね、はい。クロスも強いですし、やっぱ足元でドリブルさせても速いですし、強いですし、それをどう候補として生かしていくんですね。さあバスケス、河原がちょっとコースを作って、ここを出したボール、河村どうか、折り返して、フラッグ。360度相手に囲まれてるわけですからね、ボランチはね、的に、ここは森田、ちょっと足引っ掛けたがプレーオンか、そうするとボールを持って7番に走ってくる河村、後ろから奈良和が上がってきます。奈良和がペナルティーエリアの中、さあ斉藤落として、立ち川ふわりと出したボール、どうか後ろから林、いや今いい進入してきました、ボールをちょんと落として森田が中に入ってくる、拾って林のシュート、おー、河村も触りに行こうというところでした。あ、イエローですね、奈良場も運動量を打ちません。奈良場から向こうサイド、河村落として宮原、ワンタッチで中に入れて梶川入ってくる、いやスライディングボレー、やっぱこう疲れてきたというのもあるでしょうけど、勝ちたいわけですよ ね、 そうですね、はい、森田から前向いて、坂のちょっと遠いところからシュート、ボックスの外から狙っていきました。平のところにも入っていってもらいました。斉藤から中、拾ってヘッドを落として平、ここで試合終了。激しい試合でしたが0対0、勝ち点1ずつ。